ロクタです。最近 MacBook の調子が悪いんですよ。どんな風に悪いんですかというと、1時間かけて打ち終えた文章を保存しようと思ったらフリーズする、動画を撮影していたら途中で止まる、インターネットでリサーチをしていると途中で重くなって止まる。俺の MacBook もそろそろ寿命かな。そんな風に思ってたんですよ。メインマシンとしていつも持ち歩いて使っているので、お別れの時が来るのは仕方がない、そんな風に思うものの、大人の事情でなかなか新しい Mac を買えないでいます。まあ仕方がないですよね。プライオリティというか優先順位が低いのですから。実際文章を打つだけだったら10年前のマシンでも全然問題ないですし、本当コピーライティングというのは安上がりだなって思うんですよね。だってそうじゃないですか。インターネットで売っている1万円くらいのパソコンでもテキスト文章を作る環境さえあれば問題ないわけですよ。元手がかからなくて本当にありがたい、そう思ってると顔がにやけてきました。反対にだからこそ投資をする、そういうのもありますよね。コピーのために最高の環境を持つ、1秒でも無駄にしたくない、そう考える人が最強のマシンを欲しがるのも無理はありません。俺はゲームをやらないから高いグラフィック性能はいらない、そんな風に考えてる人でも、予算が許すのであれば一番高いマシンを買うと後悔が少ないようです。なぜかストレスが少ないからですよ。作業効率を考えると最高のマシンが欲しいですよね。俺もそうなんですよ。だって嫌じゃないですか。ただ文章を打っているだけなのに容量が足りませんというメッセージが出たり、動画を撮影していてもう少しで終わるというところでエラーが出て全てをやり直しになるとか、時間の浪費としか思えません。多分あなたも同じ気持ちですよね。そんなことを考えていたら気がつくと Mac のページを見ていました。俺の Mac 歴は15年くらいです。長い期間 PC-AT 互換機と言われる Windows マシンを使っていましたが、15年前に Mac に乗り換えました。 Windows ももちろん良いとは思うんですけど、 Mac の良いところは操作が簡単でエラーが起こりにくいところ。新しい状態で容量がたくさん残っているときにエラーが起こることってほとんどないと思います。ロクちゃん、それは Windows でも一緒じゃん？そんな風に思いましたかね。まあ最近の Windows は本当設定が楽になりました。過去のマシンはインターネットの設定をするのも相当めんどくさかったですよね。仕事を増やすためにわざと難しくしてるんじゃないか。そう思う、今思うとそんな気もしますけど、とにかく難しかったんですよ。でも、Mac は簡単でした。
買った後にスタバへ行って Wi-Fi を選択したら ID とパスワードを入力するだけですぐに使えてしまいます。本当に便利で簡単で快適なんですよ。最近の Windows もきっと同じですよね。ただ俺は Mac 大好きっ子なんで、とりあえず Mac のことしか話しません。念のために断っておきますけど、 Windows も仕事で使用していますし、正直 Microsoft Office は Windows マシンの方が良いですね。まあこれは仕方がないでしょうが、まあそれは良いとして、文章を打つときにいろいろな理由でわざわざワードを使いませんし、別のマイクロソフトオフィスを、別にですね、マイクロソフトオフィスを持ってなくても文章は打てるんですよ。あと実は iPhone を持っている人は Mac を持つと簡単にファイルをシェアすることができます。驚くほど簡単なので、どんなマシンでも同じかと勘違いしている人もいそうですよね。それくらい簡単なんですよ。 iPhone を持っている人は Mac を使わないと損しますよ。まあ詳しくは言いませんが、時間という最も大切なものを浪費してるんですよ。 iPhone プラス Mac の組み合わせ以外でね。まあ俺はまず Mac を買いますから別にいいんですけど、あ、よくわかんないですよ。多分好みです。 Windows が欲しい人は買えばいいと思います。まあ俺は買わないんですけど。そう、エラーが起こりにくい Mac なんですけど、使い続けてるとさすがに起こります。今の俺の Mac はそんな感じなんで、家で集中したいときに iMac が欲しいと思っているんですよね。だって画面が大きいし、文字が大きいし、インテリアとして素敵じゃないですか。多分ですけど、iMac が家に置いてあるだけで気持ちがときめくんですよ。少女漫画のように目をキラキラさせて、おはよう、おやすみって挨拶をしてしまいそうです。名前をつけて、いこいこって撫でてあげるかもしれないです。それくらい可愛いやつなんですよ、 iMac は。あまりにも可愛いんで、女の子を家に呼ぶ口実にも使えてしまうんですよね。あ、実は俺ん家に iMac があるんだけど、ちょっと見に来てみない？そうやってあなたの部屋に簡単に上がらせることも可能なんですよ。もし iMac があれば。iMac はキーボード、マウスはワイヤレスなので、ケーブルは本体から出てる1本だけ。その1本のケーブルを iMac ですね、 iMac の裏側に挿すだけなんです。映画マトリックスで脊髄にケーブルを挿している感じです。本当しびれちゃいますよね。 iMac と一緒にいたいからあまり外に出かけないし、早く家に帰りたくなる。最近飼い始めたペットに会いたい。この間生まれた赤ちゃんに会いたい。まさにそんな感じですよ、 iMac があるということは。最近 iMac Pro というすっごいかっこいいマシンが出ましたが、まあ、とりあえず俺はこれでいいですかね。iMac
5K レティーナディスプレイ27インチ。これが家にあればイマジネーションがあふれ出し、良い文章が書けそうです。逆にこれが家になければ、古い MacBook で命を削って打った文章が保存できない日々が続くでしょう。そんな生活は早く終わらせないといけませんね。あなた、何か良い方法を知りませんか？そうだ、仙人さんに聞いてみよう。